9時28分、今日はここ、じゃーん、両部位は前にやってまいりました。今日はですね、あちらの駐車場に、車を止めまして、お手洗いもありましたね、お手洗いを済ませ、今日の参加者は、じゃーん、母、大いなるシリーズ、主役は美奈子母さん。今日のコンディションは大丈夫ですか？いや恥ずかしいから。そして、初登場、リュウちゃん弟、タケちゃん。ジュンちゃん、リュウちゃんの4人で、いざこの屏風岩の上、先日教えてもらったあのコースでまずは屏風岩の上に登りたいと思います、はい、そして住塚山、国見山でお昼を食べ、こっちの駐車場に戻ってこようというプランです、はい、それでは今日も元気に。寒いね、今日ちょっとね、ひんやりします。行ってみよう。6月やっちゅうのに。はい、若宮神社、鳥ですね。そしてあそこの倒れかけた道しるべ、うん、ちょっと雨上がりなんでしっとりしてますね、うん、はい、ここです。これを入っていきます。ここの三塚山、国見山、行って行って、はい、行きます。はい、登っております。最初のこの登りが急で一番しんどいかと思われます。今日は空気がひんやりしてて登りやすいですね。はい、緑が綺麗です。ちょっと春とは違った風景ですね、はい、しっとりしてて、風が危ないからね、風がないです。うん、YouTube で見た世界に自分の足で降り立ちました。すごい高度感、リュウちゃん危ないな、もう巻いたら高度感満載です。この下がな、桜の公園やね。あ、もうちょっと右 奥まで行った方がな、そうやな、やりました。ここが936m 一の峰、屏風岩山頂ですね。前来た時全く気づきませんでした。いや、これ写真だと思ったよ、多分ここやったんかな。ここやで、多分そうか、うん、でもこれが一応ね、屏風岩の山頂なんやって。へえやね、うん、へえ。あの、お母さんとても注意深く、あんまりこう危ないところには立ちません。おー、そろそろ、その方がいいわ。ツツジがまだ残ってます。ね、すごい、うん、もう6月の半ばになる。10時46分、三塚山、わーです。おー、やりました。ここで第1休憩、母大いなるチャレンジやりました。第2座目。どうや、母さん。どう、お母さん、大丈夫？大丈夫、余裕やで。かっこいい。ここまで急な下りとかもありましたが、難なく乗り越えてこられております。こんな片見えた顔撮ったおかんや。なんか鳴いてるわ、聞こえる、な、鳴いてるな、いけた？よしよし。国見山への道は 400m がこう結構密度が濃い感じになってますね。ここがザ・岩登りって感じの。
っしゃ、いい感じいい感じ。そうそう、雨上がりで滑るからね。もう滑るわ。よしよしゆっくりゆっくり。やっぱよっしゃうまいうまい。そう左に力入れてうんと。うん上がったな。よしお見事。ここにほらロープあるからか。もう一箇所。ここにほらロープ。ロープロープ。いやいやそれを言うならお母さんこそ。ああ蝶々がね言ってるね。やりました。1016m 国見山です。やりました。おおナイスビュー。そうやで 1016m これは素晴らしい。やりました。ガッツガッツ。昼食風景です。11時43分、はい、昼食休憩です、自宅からのお稲荷さんと、帰りちりめんとくるみの佃煮。これちりめん新物で美味しいと思います、はい、これキウイとフルーツいっぱいね、はい、でたけちゃん料理上手なんですよ。きんぴらと鶏の照り焼き作ってきてくれました、はい、でうち のどんなお弁当でしょうね。あ食べてくれるんや嬉しい。これでうちの お稲荷おすわけ。はい今回写真を4人のツーショットをよく撮っていただいたお二人さん、はい、関西百名山回ってはるそうです。なな ほぼ地元じゃないけど。お地元イエーイって感じ。イエーイ。あそうやな こっちで撮っといて投稿してあげよう。イエーイ。あナイスナイスナイス。また他の山で。はいお会いしましょう。はい失礼します。下山ですが登ってます。それも丸太階段です。はい、頑張ってみんな。今日は12時59分、1時ですね、はい、熊田和峠にやってきました。ここから東海自然歩道経由で、はい、車を止めた場所まで戻っていきたいと思います、はい、でっかい東海自然歩道あるとこやな。でかっ東海自然。残念ながらここは跡地です。トイレ跡地。休憩です。はい休憩。手抜けたところもじっくり歩くといろんなものが目に入ってきてやっぱ面白いね、うん、スピードが違うとまた面白い。ここは東海自然歩道です。お、うん、ちょっと安心した足場でのんびりハイキングです。じゃーん。おーなあ涼しげ。おー清涼感満載。これ結構古くからある滝と見たよ、うん、岩肌が。うん、ふうふうほら、なんとかの水百選って書いてあったもんな、あそこ。うん、はい、うわ、見てるこれ。ね、涼しげ。のんびり歩いております。東海自然歩道です。はい。いやすごい青空、上り下りが結構スリリングやったからね、急で。こうやってぽやーんと歩けるのもまたいいね、この今日の工程の中で、ね、うんうん。水の流れもすごく綺麗、うんうん、音も匂いもいいね。この花がすっごい匂いがいい匂いがする。何の花なの？何の花やろな、これ。のんびり、親子タイムです。はい、時刻は何時ですか？1時35分。13時35分、ここ分岐にやってきました。ここ前はですね、ここをまっすぐ行って西条坊の滝方面に行って鎧兜と行ったんですけども、うん、今日はここで、右方面にとってループして駐車場に向かいます、はい、こんな感じですね。こっちです。あと 2.9 キロ。純子さん、ここに蝶々がね、さっきのよりちっちゃいけど、ほら、モンシロチョウ。モンシロチョウっていうのかな、これ。
必死で蜜飲んでる。この花すごいいい匂い。かわいい。何の花なんですかね。何ですかね。ご存知の方教えてくださいって感じですね。うん、今遭難中。ちょっとあれやね。ちょっと失敗したね。近道は持ってきたらえらいことになった。よいしょ。から先は大変なことになっております。さっきの最上坊の滝手前で分岐を折れたんですけども、どうも舗装路作りかけのようですね、これ。ちょっと両部岩公園までつながってないことが分かりまして、第2ルート、国見山、住塚山方面と書いてある方向に進路を取り直しております。はい、途中であのショートカットコースがあることを期待しております。どうなるでしょうか。いける？行かれへん言うてもしゃあないもうすぐすぐバテるぞゆっくり本日2回目の住塚山、まさかの夕暮れ時の国山です住塚山です。住塚山、住塚ですね。いやまさかまさかの ここであと 1.4 キロだそうですね。え？屏風屋公園かっこ遠い 1.4 キロ。こっちから登ってきたやろ朝。そうか。ちょっと休憩。このアングルから見るの初めてで、ちょっとで感激やね。あ、これね、全部桜ねえ、屏風岩ってうまいこと言うもんよねそうや、あの上全部歩いたよね。そうそうそう、そら疲れるわ今日頑張りましたあ、しまった、これビデオや屏風岩です。ちょっと待ってくださいね。はい、ストップ。よかった、やっとね、一心地でね、のんびりこの屏風屋を鑑賞する気分になっておりますいや、やってしまいました、まさか母シリーズで打ちそうないや、無事帰れて何より、とにかく色気を出してショートカットしようとしたらありませんね。あの、無事帰れてよかったです、はい、どうでしたか、りゅうちゃんさんは。ヒヤヒヤしたわ。ヒヤヒヤした、うん、どうでした、たけちゃん。びっくりしたよ。びっくりしたね。ホタル帰ってけへんから、ガンガン兄貴の声でジュンコーって聞こえたら落ちたんかな、先の方まで行ってるからどこまで行ってたかな。いやね、この道が行ける道やったらええなと思ったんですけど、ちょっとあのハードボイルド過ぎたんで引き返しました。お母さんもよく頑張りましたよく頑張った。どうやった。今日は本当にありがとうございました。いや、こちらこそ引っ張り回しました。よかったな。よく頑張った、うん、今楽しかった。屏風は楽しかった。楽しかったし、あんなとこ登れたいっていう自信がもなくて。ああ、そうやね。ここに登ったのはすごいよ。ただ登ったっていうだけじゃなくてな、あんなとこ登れたっていう。そうやね。まあまあ、この御年でそんなアクティブなことできる人は限られてますよ。本当本当、立派立派。御年で言うなって。御年で言うなって怒られた。さあ、長男さんはどうでしたか。どうだったよ。しどかった。やっちまってたって感じやねまあ次また元気に違う山にチャレンジして、母大いなるシリーズ次回お楽しみに。企画者りゅうちゃんさん、まったねまったね。また登ろうか。屏風岩でした。さよなら。